おはようございます。今日も頑張っていきましょうね。いや懐かしいな、北海道で食べたねラーメン。本当に思い出深い一日でございました。で、私ね、実はね、ラーメンを食べるたんびに思い出すんですよ。本当にね、あの時はね、温かく迎えていただきましてありがとうございました。北海道に行ったことは本当に忘れられない思い出になりましたし、あのあとね、私は家族を連れてもう一回北海道に1週間ほどいたんですよ。それこそね、私はね、何度ねラーメン屋にお連れしようかと思ったことかだったんですけども、結構ね1週間ほどいたといっても、いろんな観光地を家族の、ね、5人で行きましたんでね、もう希望を聞きながら行くと本当にキツキツのタイトスケジュールだったんです。いや本気で旅すると1週間ってのもあっという間だなと思いましたね。で、私今回ね、なんていうんですかね、もうできればその宣伝をしたいなと思うんですけども、どうですかね。よろしかったらその辺もまたメールなどでお知らせいただければ、お店のね特徴ですとか場所ですとか様々なことを応援できると思います。テイクアウトがあったり通販があったりいろいろあるかもしれませんし、なんかね恩返ししたいなって気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございます。で、メールアドレスの件ですけども、今新メールアドレスに登録が完了しましたので、もしかしたら2通届くかもしれませんけども、その際はまたねお知らせください。またねメールアドレスを登録したんですけども、もしかしたら何らかの事情で届かないってこともあるかもしれません。その際はまたお知らせください。何にしてもね、毎日こうやって離れていても、一緒にねいろいろできるなと思ったらワクワクしておりますよ。美味しいラーメンまたいただきに上がりますんで、よろしくお願いします。じゃあ頑張ってください。本当に大変な時期ばかりだと思いますけども、お疲れ様でございます。